さあ行きましょう。お邪魔します。いらっしゃいませ。おメイドがいんな、この家には。お椅子が低いな、椅子が低いな。あ、そう。お皿にあるな。メニューが1年くらいつまんねえな、これ。じゃあ、お題いいですか。考えてますね。さあ、二つ目の規定ボケです。失礼します、はい、それではご注文の方を繰り返させていただきます。あ、まだ言ってねえんだよな。うん、いい返しですね、はい、しっかりとしたツッコミ。はい、お出ししても。じゃあ、野菜お願いします。はい、それではご注文繰り返させていただきます。はい、コーンスープ1点でよろしいでしょうか。うん、頼んでないな。いい香りですね。野菜って言ったな、今。いいですね。ここ何を教わってきてんだ。どういうしつけてんの。これどういうコンセプトでつけてる、これ。さあ、これどういうコンセプトで。非常に長いコンセプトです。これが今ご主人様に一番いいと言われてるやつなのか。これがご主人で、ローションだな、これ。仕方ないですね。めちゃめちゃローションだな。しかもおしぼりも冬だから。でけえだけかな、これは。基本的にノリツッコミでけえけど、この汚れだけすげえ目立つな、これ。さっきからうるせえな、なんか毛がすげえな。こっちに行きましょうね。ほんとこれはやばいな。ツッコめ、ツッコめ、ツッコめ。これは失敗ですね。これツッコめです。間違ってたの、使い方もしかしたら間違ってたかもしれないけど、この店のせいではない。すいません、あのお客様がお待ちですので、そろそろお会計の方がメイドが何も頼んでないけど、どうする。お会計の450円お願いします。450円。どういうシステムで、この中に入れればいい。いや、何も頼んでないけど450円。これ450円です。ないんだよな、ちょっと持ち合わせがなくて。でも今日何も頼んでないから、なんとかなって。450円です。無理なんですよね、ちょっと。ここに450円入れるのかな、もしかしたら。でもこっちなんだよな。で、これありがとうございました。合計いくらだっけ。合計これ27,000。富豪の悪ふざけ。違う、自分にはそういうことしないから。俺全然、もっとなんか安いリングを。いや、俺もそう思ってた。めちゃめちゃ言わせて。俺もめっちゃ思ってた。バカバカつけるのかなっていう。俺も思ってたけど。そうだったのに。いざ行ってみたら、このドクロ見つけちゃったから。行ってすぐにバカたけえ。ドクロいいな。じゃあ、どうでもいい人にはね、こういうこと普段しないですから、私。うん、まあ可愛い後輩ですからね。見た目的にもやっぱインパクトって大事ですからね。うん、我々がやってあげれることなんて言ったらもうこれぐらいというか。確かに。買ってあげてね、つけないっていうのはどうですかって話ですもんね。ねえ、ましてやコーディネートまでしてね。つけないよ。やめなさい。やめなさい。あれ、ちょっと違うから。じゃあ、一気にいっちゃってください。いただきます。はい。おぉ。ご褒美をあなた。あ、おしゃれになるやつだ。やばいやばい。あ、一瞬で泣いた。一瞬で泣いた。各機関に入った。涙が。どうですか、感想としては。伝統やめた方がいいね、これ。帰ろう。東洋のキラキラ星。はい。はい。今回こちらにロックスターが2人いるということで、この2人がじゃんけんしてそれぞれ取り合ってメンバー決めるということで。でも早速やっときますか。キャベツだけど誰でもいいでしょ。挨拶もしてないから誰みたいな。そんな挨拶飛んでるね。いやどもとかのってたの。どうぞ。ジュリさん。ジュリアと。デッパ。ゆうやみのブスさんと小柳です。よ。はい。こっちも楽器やってないもん。確かに。ボーカルだ。バカ。言ってやれ小柳。ボーカリストつうもんはどんな楽器も自分でできるようになってるんじゃない。違う違う違う。喉楽器でしょっていう。あー。1番。ちょっとこれ名前がヒントになってしまうので名前言えませんね。こちらです。はやばいやばいやばい。絶対100均インテリア。インテリア雑貨これ。ちゃんとやって、ちゃんとやって。じゃあお願いします。いきます。相手掴んだね、あれ。初めて知った。
いやもうダンディ自分のうんって音をそのダンディっていうっていうの気づいたの。そうですね、スペシャルゲストをお呼びいたしました。いやスペシャルなゲストですね。はい、楽しみにしてました。はい、はい、それではスペシャルゲストに登場していただきましょう。どうぞ。ありがとう。よいしょ。おお、よいしょよいしょと。あ、人にいらんのな。今回なんと夕闇にいざ漆黒のエンジェル&カイトでございます。よろしく。てっきり聖金さんとかだと思わせてヘキトロだと思ってたら意外にと思わせての夕闇とか。いやいやいや、一番スペシャル感薄いね。夕闇やめたいドッキリを千葉ちゃんにしてもらいます。あ、千葉やめたいはリアル。後々衝撃映像ならないこれ。それはそれで美味しいんだよ。えごめん。どうしたどうした。薬取ってくる薬取ってくる。やばいじゃない。え、取ってきたほうがいいよ。ちょっとちょっと待って、大丈夫大丈夫。トメトメや、レッドブルあったでしょ、レッドブル。レッドブル、トメドキリー大成功。やだやだドッキリかい。ドッキリでした。まあ、夕闇のことで相談なん相談なんだけど、まあ結論から言うとやめようかなと思ってて、結論から言うとね、結論じゃないそれ。結構結論言っちゃった。学校とか忙しいから。それもあるけど、最近の撮る動画的に体張ってとかそういうのが多いけど、きついなって思って。でも結構楽しそうにやってない？まあ、楽しい反面結構きついっていうのが。まあ、千葉がいじられてるのめっちゃ笑っちゃうんだよな。最近のキャラで言うとそこすごい。確かにどう同じキャラとして先輩としてというか。先輩としてっていう気は全くないけど、根本が好きだから、こういういじられるにしても今嫌だなと思ってやめようかなと思ってても別に乗り越えれると思うけど、まあ、やめてほしくないな、シンプルに。聞いてください、ドッキリ大成功。ドッキリ大成功。ドッキリでしたシバはやめません。どうでした今、なんか仮にも嘘だとしてもちょっとこの相談乗ってくれた感じ。根本的に似てるんだなっていうのは。ねえバカお前。いやどうもってなだ。そしてと、よろしく。うちめやめと。へいへい、俺がりょうだぜ。せいえ。どうもゆうやみぶっさんの声です。えやっぱね、ゆうやみといえば大喜利ということなんですけど、 YouTube 界でやっぱね、面白い枠で戦ってるわけなんで、まあその大喜利というわけでもね、なるべく俺らも戦っていきたいと。しかし普通にやってたら、まあなんだか負けてしまうわけですよ。えそう。え負けんの。ややこしいなお前。しゃべんな。超意外、ハリーポッターが生涯で最も使用した魔法は何？できました。先に出来上がった前に、ハリーポッターが生涯で最も使った意外な魔法とは？お漬物、よく使ろうな。美味しいお漬物が作れる魔法かな。2回にもハリーポッターはお漬物が好きだけど、ハリーポッターが生涯で最も使った意外な魔法とは？デッキで天ぷら。まさかの食べ物かって。まさかのね。一瞬で作り話だと分かる怪談話に出てくる妖怪の名前は？一瞬で作り話だと分かる妖怪の名前とは？書けましたよ。はい、はい、じゃあまず刺身ですから、一瞬で作り話だと分かる怪談話に出てくる妖怪の名前とは？タモリさん。でもこれは作り話じゃん。タモリにはしないもんね、怪談話で。妖怪の名前は、はい、一瞬で作り話だと分かる怪談話に出てくる妖怪の名前とは？シャンディガフガフ。ふざけ。あ、おはようございます。おはようございます。おはようございます。どうも、ゆうのぶつんでこないです。ね、みさんプロリム先生、視聴用機よっしゃ。全く入ってない。全く入ってない。マイナスポーツで、それではやっていきましょう。ファイヤー。Oh, my God.
シングの打球した。あー、取れてる。取れてる。怖い怖い怖い。ちょっと呼んでくるか。いやどうなってたの。ジョイドチーズ。言われた。どうもユナブスとクルーズ。ミチ。ミサシも。久々ですね。そんな配信もあると思ったら。なんとこのスタジオで初コラボの。ほら。ありがたい。お邪魔します。ゆうやめとしかコラボしないマジで。いやもうね、やりやすいんですよ。あーマジで理由がちゃんとあるんだよね。そう、今回ほんとゆうやめとしか対決できないなと思って、まあ、普通に YouTuber としてね、大切なもんっていろいろありますけど、一番大事なもんなんだとかさ、千葉ちゃん気合い、まあまあまあ確かに。東海ワーベース、ゆうやみ雨込み選手権。東京から来てる。やばい。企画会議の段階で夕闇しかできんなって。危ない。前田に振った方の勝ちでございます。まあ勝つよ今回、正直ね。まあ結構練ってきた、練ってきた、うんうん、しっかりとフラスキーで来てますから。負けるわけないよ、ね、東京から来て負けて帰るのに。そうだな、確かに。しっかりフラッシュ帰るから。こんなこと言えず人いないよ。しっかりフラッシュ帰るから。フラッシュフラッシュ帰るからさ。まあ作戦とかおのおのね、行かないようにそれぞれの場所で説明していきましょう。わかりました。それでは雨乞い開始。ザーン。ということで、はい、チームゆうやみ、はい、秘策は何個かあります、はい、まず一つ目、はい、自分たちの見た目です。うん、なるほど。本当にやってくれる今重要なタイミングで。せーの、はい、それーゆうやみさん、やばいやばい。さっきよりも影出てんじゃねえかよこれ。赤晴れて、頑張れ。じゃあ上見て、あそこ、あそこだけ雲だ。やばいやばいやばい。メラセのせいかもしれない。やばい。これ絶対向こうで笑ってるよ。ここ僕らの会場じゃないですか、うん、あっちがあっちの空なんだけど、ちょっと晴れてんのよ。晴れ恋してるやん。若干これ準備してからちょっと暗くなってんのよね、実は。こっからもう祈って前歯振ります。多分今ちょっとだけ曲流しちゃったから。確かにもう影響出てるよ。見て、黒いもん。ザーン。この地球の愛し生ける者たちを乾いた大地に雨を降らせたまえ、雨を愛したまえ、愛したまえ。まずは雨に感謝の動きだ。感謝の、ね、雨の感謝を忘れる、感謝を忘れるな。ことが当たり前ではない。雨と共に踊ろう。雨降れ次は大雨が降る想像し、自分自身が雨となるのだ。自分自身が空から降り、そして恵みになるのだ。雨降れ最後は雨を降る。人間の悲しみや憎しみ、人間の醜さ、人々はなぜ争うのかを問う動きをやってみよう。雨降れ悲しみや憎しみ、なぜ争うのか。あーそーれー。雨降れエンドレア。雨降れ。俺ボタンドロー。俺はハリケーンを発動するぜ。ダメでした。惜しかったね。ね、惜しかった。ちょ、惜しかった部分はちょっと多かった。波はちょっと来てたよね。僕たちの雨乞いダメでした。変やねん。あー、そうなんだ。